公共曲第41番派長長方冒険 i-41 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1768年頃に作曲した公共曲。この曲は自筆原稿が残っておらず、作曲年代ははっきりしない。ヨハン・ユリウス・フンメルによって1770年に出版されているので、それ以前の曲である。H.C. ロビンス・ランドンはおそらく ヨハン・エルスラーによって書かれた筆者夫の紙の種類とエントブルフカタログ上の位置を根拠として1768年にはすでに書かれていたかもしれないとした。またそうに挙げるラッハは感情楽章に独創楽器以外に通常の管楽器が用いられていることから1767年以前の作品ではないとした。同時期に書かれた波長長の公共曲には他に 第38番、小玉と第48番、マリア・テレジアがある。フルート1、オーボエ2、ホルン2、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、低音。ジェームズ・ウェブスターによれば、トランペットとティンパニのパートは、上記エルスラーの筆者譜には存在せず、またどちらの楽器も当時のエステルハージ家では使われていなかったと考えられることから、神聖のものではない。 1765年9月にフルート奏者のフランツ・ジーグルが解雇された後、ハイドンの公共曲でフルートが常に使われるようになるのは再びエステルファージケにフルート奏者が雇われる1776年4月以降で、それ以前には珍しい。本曲以降、第61番までフルートは使われていない。ホルンは第2楽章で低いシーカンがそれ以外の楽章では、 高い C 感が使われる。全4楽章。演奏時間は約24分。ありがとうございます。